これは数ヶ月前のことである。秀才たちが集う霊峰学園の生徒会長である山田大輝は突如謎の力によって生徒たちを操り、近隣高校を恐怖と混乱に陥れるという出来事があった。それを制したのは山田のかつての友人、正義の不良こと熱血高校の国男だ。山田はその騒動の後、人知れず姿を消した。その騒動の当事者となった霊峰学園に、各校から恐れられた霊峰四天王がいた。その中でヘッド格として君臨し、同学年の生徒たちからもさん付けで呼ばれた男。その男の名は小林。彼は山田の配下として国男と戦い、そして敗れた。彼が本気で戦っていないことが分かっていた。小林は一体何を企んでいるのだろうか。その答えは見つからないまま、国男は小林に呼び出されることになる。この物語は小林と国男が再び出会うところから始まった。生かすぞ。はじめから。通りに来てやったぜ、小林。3分ほどの遅刻ですけどね。まあ、あなたにしては上出来でしょう。細かいことは。とりあえず、あなたに彼を紹介しておきましょう。彼は溝口。未来からやってきた男です。いや、はじめまして、国男君。君の活躍はよく知っているよ。これから君には悪の未来人と戦ってもらうことになる。思い切り暴れてもらって構わないからね。期待しているよ。何言ってやがるんだこいつら。おちょくってんのか。こんな締め、一体何を企んでやがる。何、てめえのことはとことん観察してやるぜ。そして気に入らねえ動きをしたらぶっ飛ばしてやる。奴らの動きはどうですか、溝口君。やはりこのエリアに集まっているようだね。まとめて倒すチャンスかもしれない。愚かな連中ですね。まとめて地獄へと導いた連中。大変です、小林さん。何をブツブツ言っているんです。バックアップ頼みます。はい、任せてください。丸上小夜さんと協力し、小林さんたちをお助けします。さあ行きましょうか、溝口君。やつらを未来へ送り返してやりましょう。小林さん、小夜さんたちによってこの辺りにも多くの戦闘員が確認されています。戦闘員は各エリアを担当している幹部たちの配下なので、そのエリアの幹部たちが異変に気づいて姿を現すだろうと、その幹部たちを倒すことが重要だと小夜さんは言ってました。戦闘員を何体倒したのかはポーズメニューから確認できます。それと溝口さんの指示通り、猫型ロボットを各エリアに放っておきました。彼らニャンコたちに話しかければ進行状態をセーブできます。彼らは気まぐれなので、いつ姿を現すかは彼ら次第のようです。そこまで猫らしくしなくてもよかったのではないかと思うんですが、また何かあったら報告に行きます。頑張ってくださいね。そうだ小林君、ついでに僕からも装備アイテムの説明を。
てもらうよ。僕は3つのアイテムを常に持っている。これを装備アイテムと呼んでいるんだ。まず画面中央にあるゲージを見てほしい。左からリカバリー、ヘルパー、そしてパワーアップを表している。わかる？リカバリーは回復弾を発射して全員の回復をする。ヘルパーは一定時間だけ特別な仲間を呼び出せるんだ。パワーアップは小林くんの力を全体的に底上げしてくれるよ。パワーアップには時間制限があるから画面内のリングゲージで確認してほしい。また装備アイテムを使用するにはメーターを貯めないとならないんだ。メーターを貯めるには敵を倒して奴らの負の力を浄化しなくちゃならない。そしてメーターは左から溜まっていき、明るくなったものから使用できるようになる。で、ここが一番肝心なことなんだけど、装備アイテムは僕全く使えなくなるってことさ。ここは僕からの説明は以上だよ。長々とごめんね。食らいなさい。久しぶりだね、溝口くん。俺を覚えているかい？君は優吾、山田優吾くんなのか？一体なぜ君がこの時代に？探し回っても見つからなかったはずだ。いろいろと心配かけたみたいだな。誰にも話せない事情があったんでね。特殊任務だったとでも言うのかい？僕は聞いてなかったな。何でもかんでも君の耳に入ると思ってもらっては困るな。あの組織は隠し事が多い、そういうところだった。まあそれはそうだけど、とにかく今の俺は君たちをサポートするように動いている。安心して俺に従ってくれ。では。小林くんじゃないか。こんな時間にうろつくのは良くないね。我が学園の評判を落とすような行為は
慎んでほしいんだけどね。あなたは霊峰学園生徒会長東堂守る。これが君の裏の顔という裏ではなくこれが表ですよ私のま、あれこれ言うつもりはないよ。私も実際のところ同類ではあるからね。だがもう少し君たちの様子を見てから協力するかどうかは考えるよ。まあその時までは倒れないでいてくれたまえ。ではまた会おう。まだやれますよ。ここまでの状態をセーブできるにゃ。セーブしたにゃ。このままやめてもオッケーだよ。と呼ばれている敵がどこかのエリアに現れたらしいです。マーカーが現れると敵戦闘員の力がパワーアップして先に見つけて倒した方がいいとサヨさんも言ってました。それとマーカーは一般人が何者かに変な力を埋め込まれた状態らしいです。他の敵よりは戦いやすいみたいですが攻撃力がかなりあるので注意してください。食らいなさい。はい、まだやれます。ここまでに倒した戦闘員の数を確認することができるよ。Let's go.
わゆる人から出るマイナス敵の目的は、このモヤ人間を利用して奴らはモヤ人間を人間へと注入し、超絶パワーを持ったマーカーとなった人間は理性を失い、ただ欲望のままに暴れるモンスターとなる。暴れるマーカーの周りには恐怖が広がり、さらに負の力が集まるというわけさ。だから敵の幹部たちはマーカーを増やすことを第一の任務でも、そうはさせない。僕らには負の力そのものを回収して、ジョッツァ行くよ。小林くん、モヤ人間が逃げる前に倒すんだ。奴には僕の投げる浄化シールでしか大君たちの必殺技も通用しないから、奴を追い込んでくれるだけでいい。頼んだよ。行きますよ。マーカーまで簡単に倒してしまう。さすがだね、溝口君。そういえば覚えているか、俺たち二人が追っていた奴のこと。この町に来ているらしいのだ、奴が。有力な情報をつかんだら君にも教える。あの忌まわしい事件を解決して仲間の敵を討つチャンスだ。今の君と君たちが4体目の幹部を倒すまでには俺も奴の情報を手に入れられるはずだ。4体目の幹部を倒したらすぐに壊れた学校の屋上、または橋の上、そこまで来てくれ。俺はそこで君、この機を逃したら次はないかもしれない。頼んだよ。確認することができる。食らいなさい。ここも落とされているか。やつらめ、いいようにやってくれる。ん？君は、ああ、確か小林くんだったかな。はじめましてだったね。私は東堂武。ちょっとした世界的超巨大企業である東堂グループのちょっとした大幹部なんだが、まあ君たちには関係ないことだな。それはともかく、この道は途中が壊されている。それを誰がやったのかは知っているよな。奴らはそういう者たちだ。もし奴らには近寄らんことだ。下手をすると取り返しがつかない。まあそうは言っても君たちは動くんだろうけどね。弟も協力しているようだし、あるいはとにかく無理。そこの未来人もそれほど強くはないからな。自分の力は信じてもいいが、過信はするなよ。まあそういうことだ。小林さん、またマーカーが現れるには、かなり頻繁に現れるため、これからは出現時にキュイーンキュイーンってやつですが、引き逃さないよ。終わりです。しまいな。ところで。
溝。溝口くん、奴らがフライングマシンで近づいてくるようだ。こちらもフライングマシンを用意したので、ぜひ迎え撃ってほしい。敵の数はそう多くはない。頼んで、溝口。私の忠告を聞かず突っ走っているようだな。まあそれも結構だ。それが若者の特権などというやつもいるしな。ただやる気があれば何でもできるなどとは思わんことだ。無謀はそれなりのダメージがある。まあ気をつけたまえ。しかしだ、やつらフライングマシーンまで投入してくるとはな。あれは確か君たちの管理下にあった特別なマシーンだったよな、溝口くん。もしかしたら、いや、溝口くんの前で言うことではないな。まあとにかく気をつけることだ。誰が敵なのかはわからないからな。私が一番怪しいと。真実を見極めるためにはいろんな顔をしなくちゃならないからな。まあそういうことだ。飛べ。どうですか。
やるやつ。皆さん早さが足りねえ。私は21号だ。さ、あんたらを倒せば未来は良くなる。覚悟してもらうよ。くらえ。やります。避けられるかな。くら、とっておきますよ。避けられるかな。倒したと思った。やります。甘い。とっておきをあげる。くらえ。やります。避けられるかな。溝口くん。ああ、もう来たのかい。食らいなさい。おら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 。食らえ。とっておきをあげる。食らえ。避けられるかな。食らえ。食らいなさい。食らいなさい。倒したと思った？フィニッシュ。ぶっ飛べ！とっておきをあげる。フィニッシュ。食らえ。とっておきをあげる。くらえ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 。
られるかな。くらえ、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 病気を受ける。避けられるかな。病気を受ける。見えてるよ。くらえ、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 くらえ。倒したと思った？まだまだ。倒したと思った？どうだ。
世界はひどかった。この時代はとても素晴らしい。くれぐれも選択を間違わぬ。おら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 、死にな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 、いけ、
とっておきだ精鋭たち
女わしの制限絶対で死にるマサ君久しぶり幹部たちをすべてた今まで京介くんに伝言を頼んでいたけどようやく外に出てこられたよ幹部29号アルフレ騒がしいですねああちょっと何その言い方っていうかそういうところ子供の頃から変わっ余計なことはいいですから先に要件を言ってほしいものですねもう幹部を5体倒したからいよいよ奴らのいわゆるお彼は強力なプロテクターを装着していてさ難易度まあマサ君なら大丈夫だよね溝口君たちもついてる期待してるから頑張っ身内の人間からハートマークをもらってもちっとも嬉しくない来てくれて感謝する溝口君あの事件を起こしたのはもちろん組織の連中に復讐するためだだからこそこれからその仲間を紹介する俺は東堂という男と会うように言われているので久しぶりですね溝口君私のことを覚えているかな楠原先輩あなたはそうなっているようですねまあそんなことよりもどうでしょう私は山田優吾なんかよりもあなたのや無視ですか友人の助言もあなたには届かなかったでは消えてもらうしかありませんね我が組織が作り出す未来の平和世界にはさあ消えてしまえろ消えてしまえろ消えなさいくん先ほど猫型の俺は楠原に操る英雄山田の血を引くものとそんな思いやがった心が彼に大切な友人もう俺は未来へは戻らないそして新しい未来をそれが罪滅ぼしになるとは思えないがまあ早速だがヒルケスの企む計画があるありがとう水口くん済まないな、溝口君。山田、しかし、我々は先ほどやら、敵の幹部連中は、それぞれが大量の負の力を貯められる、そのフィールドは、幹部らを倒しても、君たちが全てを浄化するにも、かなりの年、フィールド自体が別の時空間とつながっていて、しかしだ、そのフィールドは起動したことが確認されている、つまり、彼らをある順番に倒すことで、その可能性があるということなのまあとにかく溝口くんの力を借り何度でもチャレンジするしかないだろうつまりそういえば幹部には番号がついていたな多分厳しい戦いになると思うがたの
まる。なさい。止めで。やはり何かが足りなかった。でも今は無事に。怖い思いをさせ体は何ともないですか。でしたら君にはすぐに。おや、どうしました。まあそれは明日からでいいでしょう。さあ行きましょう。消えてゆく。
ますよ。Thank you.